どうも、お昼になりました。高田慎です。本日もよろしくお願いします。さあ、今日もね、うわ、美味しそうな弁当作ってくれてます。はい、ささみ揚げとか唐揚げとか、唐揚げはお惣菜ですけど、笹岡慎二、ささみ揚げはですね、これは手作りです。はい、あとは卵焼きとかちくわとピーマンを炒めたものとかね、今日も健康面を考えて作っていただいてます。はい、いただきます。今うまっ。ちゃんとじゃこも入れてから炒めてくれてる。うまい。今日ここはね、秋区の畑峠の途中で今食べてます。うまの、喉乾いとった。当分そういや水分取ってなかったな。コーヒーしか飲んでなかったんで。朝からコーヒーしか飲んでなかった。これ今水ね、朝買ってから一回も飲んでなかった。今日はタコさん口がちゃんとカットされてます。ですからね、ささみ揚げ作るのもね、揚げ物はほんと手間ですよ。これは昨日の晩御飯の残りですね。うまい。
ど車が通らんね、ここ昼間でも。誰も通りやせんわ。ということで、本日も元奥さんの手作り弁当いただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。